もう、もう、イングリッシュ !Hi, everyone!It's Hikaru!Today's video is gonna be on street food in the Philippines. 今日の動画はあのフィリピンのストリートフードについてです。ストリートフードっていうのはあの道で屋台とかで売ってる食べ物です。And we will have some quizzes。途中でクイズもあるので、えっと、一緒にやってみましょう。 Alright, so let's go!This is one morning in the Philippines. これはある日の朝のフィリピンです。タホー、タホー。Did you hear someone saying タホー、タホー誰かがタホー、タホーと言ってるの聞こえましたか 私は近づいてみるとこうやってバケツを前と後ろに持って「タホーと言いながら歩いている人がいましたそこで「他、え、保、ー、を一つもらえますか?」と注文してみました okay,、so、see what is. では他保が何なのかどんなものなのか、えー、見てみましょう okay,、so first he White thing. なんかこの最初に白いプルプルしたの入れて and he added some pearls he some タピオカみたいなのも入れて and sauce ソースもかけて、えー、ストローをつけてくれました、はい、ただー This is how Taho looks like これが Taho の出来上がりです So now I have a question えっと質問があります What is this is この白いのは何でしょう Is it tofu or pudding? 豆腐でしょうかプリンでしょうかうん。Mm hmm. It is 豆腐。これは豆腐なんです。温かい豆腐で豆腐にタピオカのようなものと、えっと、黒糖の味のするソースをかけて、えー、かけたのがタホですね。温かくて飲む豆腐とも呼ばれてて

There are many people and vendors 人もたくさんいるし屋台もたくさんありましたねでは I found quick quick 私はこのクエッククエックって言われるストリートフードを見つけました They are so orange なんかめっちゃオレンジですねでは I have a question クイズです What's inside? What inside the quick quick このクエッククエックの中には何が入ってるでしょう Is it meatball? an a egg or a meat ball? 卵か肉、団子 It is an egg。実はこれ中には卵が入ってるんですね。手前のは普通の卵で、奥にあるのはあのうずらの卵が中に入ってます。酢のソースにつけて食べると美味しいですよ。It's delicious! Oh, look. 見て見て。More eggs. もっと卵があります。They are called ballot.Ballot と呼ばれる卵のストリートフードです。では、I have a quiz.Quiz です。What is it?What is it?What is ballot? はい、ballot って何なんでしょうか ?Is it raw eggs? 生卵かな ?Or is it fertilized eggs? なんか鳥が孵化する鳥が生まれる前ぐらいの卵なのかなうん The answer is fertilized eggs 実はこれ鳥アヒルが生まれる直前の卵なんですねでは I think it's a little bit 焼きちょっと気持ち悪いかもしれないので見たくない人は please close your eyes 目を閉じてください sorry ok3、okay. 2 1、e. yes, egg. これはアヒルの卵でアヒルが生まれる、えー、直前ぐらいにあの茹でた、えー、卵ですね。It looks yaki, ちょっと気持ち悪いけど、It's full of nutrition.、えー、栄養がとても豊富で力になる食べ物だそうです。<laughs> are you okay?It was yaki? 大丈夫ですか OK、そうじゃあ気を取り直して、Look!It's already dark, もう暗くて、It's at night, 夜ですね。ということで、えー、Let's check the last street food 最後のストリートフードを、えー、一緒にチェックしてみましょう。I'm s e r v a lot! What did you see? どんなものが見えましたか ?Yes, the last street food is barbecue. 最後はこのバーベキューって呼ばれるあの焼き鳥みたいなものですねが最後のストリートフードです。Look at these, what are they? なんかグネ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 ってなってるけどこれは何だと思いますか実は、It is chicken's intestines. 鳥、えー、の腸なんですね。イサウと呼ばれます。鳥の腸も実は食べれるんですね。そう。Of course I tried! ということで私も食べてみました。It was actually good! ソースの味もしっかりついてて思ってたより美味しかったです。OK! Alright, so that's all for today. 以上が、えっと、今日のストリートフードの紹介でした。 Do you want to try any of them? えどれか挑戦してみたいものありましたか ?Actually, there are more and more street food in the p h i l i p p i n e s f i l i p p i n e 本当はもっともっとたくさんストリートフードがあるのでえ Please look forward to the next one! また次回何かあれば、えー、紹介するので楽しみにしていてください。Alright, see you! Bye!